皆さんはじめまして。今回9話から新しくタブロイドニュースをお届けするもやかです。よろしくお願いします。한 3달 정도 됐는데요. 한 7년 전부터 한국 좋아해가지고 왔다 갔다 여행을 하고 있었어요. 처음은 고등학생 때 친구가 뭔가 한국 아이돌들 되게 예쁘다고 소녀시대 뮤직비디오를 보여줬거든요. 와, 이 세상에 이런 예쁜 사람들이 있어? 그런 생각이 돼가지고 한국에 관심이 생겼어요. 제가 매운 거를 진짜 좋아해가지고 요즘에는 엽기 떡볶이 되게 좋아해서 자주 먹어요. 私は今 CM やバラエティなどで活躍することを目標に韓国で頑張っています。よろしくお願いします。それでは今日もカブロイドニュースレッツゴー。ミスエのフェイトジや JYP との契約終了。ガールズグループミスエのフェイとジアが JYP エンターテイナメントとの契約が終了しました。フェイは再契約を交わしましたが、ジアは再契約しませんでした。 JYP はジアについて契約が5月20日に終了した。 JYP は長い間共にしてきたジアの今後を応援し、一層活躍することを心から願っていると立場を明らかにしました。続いてフェイとは再契約することになった。フェイの韓国や中国をはじめとする今後の活動を全面的に支援していくとコメントしました。なんかミスエは韓国でも日本でもなんかアジア全体的に有名なグループなんですけど、そんな中の一人がいなくなっちゃうって考えるとやっぱ悲しいですよね。防弾少年団コンサートチケット10秒で完売。 10조円よ。 防弾少年団2016年 BTS ライブ火曜年間オンステージエピローグアジアツアーの中国コンサートチケットが発売開始後10秒で完売しました。関係者は先に行われた台北とマカオでのコンサートチケットの前売りも販売開始と同時に5秒で売り切れたと明らかにしました。防弾少年団は5月7日韓国からのツアーを開始して8月14日まで世界7カ国でコンサートツアーを行う予定です。 촬영을 통해서 처음으로 방탄소년단 노래를 들어봤는데요. 뭔가 새로운 그 보이즈 그룹 느낌을 알려주는 느낌이라서 되게 좋았습니다. 와이야! KCON LA의 톱스타たち 푸드 스트리트, 뷰티 스포트 など様々なイベント開催。 2012年 カリフォルニアで初めて開催された KCON LAは 今年の7月28日から31日 ロサンゼルスの LA ライブで行われる予定です。ブロック B、ガールフレンド、TWICE、CN ブルー、少女時代ティティソ、防弾少年団、IOI、シャイニーといった K-POP の代表アーティストたちのパフォーマンスはステーブルスセンターで行われて、韓国の多様な文化を体験することができる K カルチャーコンベンションはロサンゼルスコンベンションセンターという LA ライブで行われます。 初めてKCONっていうのがあるのを聞いたんですけど、今回出るメンバーも今も本当に大人気なアーティストたちが全部出るんですね。제가 아직까지 그 아이돌 분들이 많이 나오는 그런 라이브 같은 걸로 가본 적이 없어가지고 다음에 기회가 되면 꼭 가보고 싶다고 생각하고 있어요. 엑소 중국 한 미팅盛況に 開催。 韓国の帽子ブランドハットチオンのモデルとして活動中のボーイズグループEXOが 中国ファンのためのファンミーティングを開きました。エクソのメンバーはスタイリッシュな衣装にそれぞれが帽子をコーディネートしてファンの声援を浴びながらステージに登場しました。ファンミーティングでは抽選で直筆入りのサイン入りの帽子をプレゼントするなどファンの思い出になるような様々なイベントが繰り広げられました。팬들에게는 진짜 너무 좋은 추억이 되겠네요。 さて今回のカブロイドニュースはいかがでしたでしょうか。初めてお届けするニュースだったので ちょっと緊張しました。だけど、楽しくお届けできたらよかったなと思います。次回のカブロイドニュースもお楽しみにしてくださいね。アンニョン。